Space Monkeys TV。 さあやってまいりました、シャープ2。ここですね、なんかもうルーティーンが出来上がっちゃってますね。さあここは TK ツイスタージュニアの1本切れちゃったけど、まだ使えるから使っていきたいと思います。行きましょう。かなり濁りが入ってますが、どうでしょうか。うん、増水してますね。いつも1メーターぐらい先に行ってキャストできるんですけど、今日は行けなさそうですね。投げ分けてみて当たりがなかったら次のポイントは移動する形。今日は静か、風がないですね。行ってみましょう。このコースはまずどうかな。ウィードはねめっちゃあったんですよね。ただそのウィードがこの台風の影響でどういうことになっとるか。はい、ちょっと巻きたいと思います。スイングウェイトマグスワロー。うん、いいウィード。次行ってみましょう。旧ヒコネコ、前回新ヒコネコって言ったんですけど、これ旧ヒコネコっすね。風がめっちゃ強いっすね。もう荒波立っちゃってね、これは遠くに投げられないね。足元スタイルでここを選びました。それではじっくりと足元狙っていこうと思います。風がすごいね。さてやっていきましょう。持ってかれました。あー、ストライカーワイド持ってかれた。足元っす、足元。これ見てください、足元っす、足元。これね、彦根港の風当たりがすごいってことで、ワンバイト取ってワームをちぎられたところで見切りをサクッとつけて、次はですね沼へ来てます。どうなることか。とりあえず今こんな感じ。彦根港に続いて、直リグの 11g スタッガーワイドで様子見たいと思います。一応ここ実績のあるね、ファミリーにもおすすめの沼っていうことで来ましたが、殺風景、この台風の影響で多分ここ遊歩道だったんでしょうね。ちょっと水が入っちゃってる感じですね。どんな感じになるかちょっとやってみたいと思います。浅いな、浅いんだな。はい、ということでですね、まだね、僕の先輩がね釣ってないんですよ。釣ってもらいたいんですよ。お願いします。ナイスセント、ナイスセント。いや、来たんちゃいますこれ。もう巻いちゃっていいですよ、巻いちゃっていいですよ。もうただ巻き、チュンチュルチュンで、チュンチュルチュンで。俺ちょっとじゃああっちに上げてきますわ。いや、でもなんかここ釣れそうな気がするんですよ。先輩が釣っちゃった横で俺釣っちゃおうかなっていう。よし、ちょっと TK ツイスターいきます。足切れちゃってるけどね。ちょっとね、ピンスポットで狙えるところで行こうかなと。リードを超えたあたりぐらいでドーン来るかもしれない。ここでちょっと気をつけて離れて、離れて、当たってる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 。いくよ。マジで、よいしょ。あー、飛んできた。あ、すぐ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 、よし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 。あ、やべ、これ、これも。うーし、危な、超辛い位置、これ危ねー。いやー、危ねー、紙一重。
オーケー。おーし、来たーす。琵琶湖のバス2匹目来た。はーい、さっきよりかサイズダウンしましたけどね、シャープ1よりね。 TK ツイスタージュニア霞から、これつらい位置で危なかったっすね。よかったー。37、8ぐらいでかく見える、こんな感じ。いい色っすね。ちょっと綺麗なバス、あたっす、おめでとう。さあ、さっきのバスですけど、このウィード、このウィードの向こうの方にポンって入れて、スーッと持ってきて、プチャッスーッと落とし、真ん中あたりまで来た瞬間にバイト、みたいな感じして、インサイドはワームがまだ効くけど、遠くのバスはやっぱり巻いて呼び込まなきゃダメっぽいですね。巻きで一本出したい。はい、最後ユーマズメロ、日がちょっと暮れ出したことに、心にプリンスホテル裏前か行きたんですけど、まあ風がやばいのと、もうね、道がね、こんなんなんですよ、ごちゃごちゃになってて、台風の水跡がやばいっすね。ということで、はい、ということでシャープさんまで撮ろうと思ったんですけど、シャープ2で今回は終了となります。飯食って帰りましょうか。ということで踊ります。やばい、すげえ風。はい、いかがだったでしょうか。結果的には2匹釣れることができました。夕場詰め付近になってからはいろいろ回ったんですけど、かなり強風になりまして、道路の方にも波がねバーンと出てくるぐらいの、そんな強い暴風の、状況でした。やはりちょっと台風のね爪痕とかあってね、道路にねまだ本当に流木が散乱してたりとか、なかなか入りにくいところもありまして、難しかった、環境でしたが、いい釣りができたんじゃないかなと思います。来年まで11月12月ありますが、もう一回2回行けるチャンスがありましたら、琵琶湖にぜひ遊びに行きたいと思います。ということで、以上スペースモンキーズ TV でした。バイ。でけ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 、よっしゃよっしゃよっしゃ、でかいでかい、よっしゃ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 、どうせだ、ブリブリブリバス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 、オッケー、ふぅー、これこれこれ、こいつ待ってたぜ、強脚おったや、バッコ食い、バッコ食い来た、ブリバス琵琶湖バース、朝一大切だってたでしょ。よかった、本当にここ来て、口閉じ、お開きの42だね。 OK、 朝一ここ来てよかった、よかった、一発目、よかった、おめでとう。ウィードを越えたあたりぐらいでゾーン来るかもしれない、ここで気をつけて、離れて、離れて、当たってる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 、いくよ、マジで、よいしょ、あー飛んできた、あ、すぐ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 、よし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 、あ、やべ、これ、これも、うーし、危な、超辛い位置、これ危ねー、いやー危ねー、紙一重、オッケー、おーし、来たーす。琵琶湖のバス2匹目来た。はーい、さっきよりかサイズダウンしましたけどね、シャープ1よりね。 TK ツイスタージュニア霞から、これつらい位置で危なかったっすね。よかったー。37、8ぐらいでかく見える、こんな感じ。いい色っすね。綺麗なバス、あたっす、おめでとう。